行く。行ってら。いいね、今日もいい表情してます。です。今日はこちら。はい、こちらはですね、最近発売されたコーセーのカールキープマジックっていうマスカラです。マスカラ下地、トップコート、マスカラとして使えるものみたいなんだけれども、私がね愛用しているキャンメイクのクイックラッシュカーラーとか、エレガンスのカールラッシュフィクサーと同じように並ぶようなカールメンバーカールキープメンバーになってくれるんじゃないかなという願いを込めて、汗を再現するためにちょっとねフィックスミストをかけてみたりとかしましたので、気になってた方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、それではね、この気になっていたコーセーのカールキープマジックマスカラ、こちらをねつけていってみようと思います。で、これはねアイラッシュカーラーなしでもまつげをしっかりカールアップ&キープできるっていうマスカラで、繊維が入っていてまつげの長さもナチュラルアップ。まあ私が愛用しているクイックラッシュカーラーと比べてしまうと、このね繊維が入っているっていうのと、あとちょっと今後の形が違うっていうので個体差はあるんだけれども、私がね注目してるのはそのねカールキープ能力がどれほどあるかっていうところなので、そちらをね今日はね見ていきたいと思います。でね、今日は絶好の検証日和で、外は雨、こういう日ってねクイックラッシュカーラーでさえまつげ上がりにくかったりするんだよね。今ねこんな感じで私のまつげ本当にね頑固で下がりまつげなんですよね。で、特にこういった日は下がりやすい。はい、それではちょっとつけてってみようかなと思います。まずはビューラーで上げます。はい、こんな感じで上がったらつけていくよ。おお、すごい長さ出るね。でね、液が結構このキュッてやると根元のところについてくれるから、よりそのねフレーム効果が増すかなと思う。おお、アップするじゃん。ここから見てもアップしてる。アップしてる、うん、すごいね。なんか下まつげにはこれといって塗布しやすいっていうイメージはないんだけれども、でもまあ悪くはないです。なんか最近ね下まつげがねちょっといなくなってるんですよね、私。秋だからかな。はい、右半分塗ってみた感じがこんな感じです。どうでしょう、すごい上がってるね。おー、最近結構マスカラ豊作で、カールアップしてくれてちゃんと綺麗なまつげにしてくれるっていうのであれば、マージーの商品も良かったんだけれども、これはそれよりも繊維が入っていてなんかね綺麗にカールキープしてくれてる感じがする。ちょっと左もつけてきます。カールキープしたい場合はなんかクイックラッシュカーラーと一緒でこんな感じで持ち上げてちょっと置いといてあげるとさらにねカールキープ力が上がるみたい。クイックラッシュカーラーとの違いはやっぱりこの繊維で伸びるっていうこの快感がいいかもしれない。あ、いいかもしれない。私のまつげ本当に頑固だから下がってくるマスカラはもう本当にねこの時点で下がってるのよ。でもそれがないから、はい、仕上がりがこんな感じです。横から、おー、上がったテンションも上がる引いてみるとこういう感じです。まあね、今日アイラインとか何もしていないからちょっとね薄めの仕上がりかなとは思うんだけども、まつげがちゃんとこうまぶたをね固まって持ち上げてくれてる感じが感じられる。ほんと結構バリッバリに固まる系だね。うん、でもね絶対崩れたくないよっていう方はいいんじゃないかな。ちゃんと上向いてる。
うん、クイックラッシュカーラーとの違いは、そう、さっきも言ったけど繊維が入っているってところだから、長さも同時に欲しいよっていう方はこのコーセーのカールキープマジックマスカラっていうのかな、うん、いいんじゃないかなと思う。たまにさ、このコーセーがなんだろう、ビジュアル重視しないでこうやってバンって出してくる、こういうなんかポップ商品めちゃくちゃいいものがあるから、なんだっけ、メイクキープミストもそうだし、だからちょっとなんか今回期待してたんだけども、よかったですね、いいと思う。うん、ウォータープルーフ感も強い感じがしますね。ウォータープルーフ感ってどうやったら、水浴びればいいんだ。ちょっとウォータープルーフ感を検証しようかなと思いますので、このエリクシールのツヤ玉ミスト、これね、オイル入ってっからオイル入ってっから、なんかちょっと皮脂とか汗みたいな感じになっていいかなと思って、これをちょっとやってみる。ゆくいってら、いいね、今日もいい表情してます。どうだろう、あーすごいね、ファーってついてる水滴がかわいい。にじんだりはしてないね。あとカールもコンマ1ミリ下がったかなぐらいでまだ綺麗についてる。うん、あ、すごい、バリバリ感というかウォータープルーフ感がすごいんだこれ。おー、いいんじゃない。はい、今日もメイクしてからしばらく時間経ってますが、まつげね、落ちてないね、降りてきてないね。うん、私がね、カールキープ力が好きで使っているクイックラッシュカーラーとエレガンスのカールラッシュフィクサーか、あれに関しては、うん、雨の日も使ったことがあるんだけど、今と同じぐらいの状況なので、あの2つにね並ぶ商品がね出てきたんじゃないかなと思います。みんながいいって言ってるファシオは、私のまつげだとカール落ちちゃうんだよね。うん、それがこのコーセーのものは起きないので、はい、私の3大カールキープしてくれるねマスカラ下地に見事入りましたね。うん、このコーセーのカールキープマジックいいと思います。いかがだったでしょうか。多分ね、店頭でこれを見たことがあって、なんかそこまでね、なんか盛大にプロモーションされてるものではないと思うんだよね、私が見る限り。うん、だから通り過ぎてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんだけど、これとっても良かったです。何かね、皆さんの参考になったらいいなと思います。はい、こんなにつけるものじゃないよ、フィックスミストはね。うん、今日の動画も何か皆さんの参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ